皆さん、こんにちは。続きを始めていきます。現在は、連合勢力、その期間が切れた状態ですね。そして、その勢力同士の停戦があと1ヶ月になってます。ここから周囲がどう動くのか、できれば、もう少し連合状態でいて欲しかったかな。というのも、この浅野家や駿府館の山内家を、徳川家に取られる心配があるからです。できれば、関東の徳川家が西に領土を広げるのを抑えたい。だけど、ここで期間が切れてしまうと、それを抑えることができないからです。米の収穫が終わったら、素早く取りに行きたいところだけど、間に合うかどうか。そんなことを考えながら、スタート。そして、今後の内政は、お金もある程度余裕が出てきたので、領土を広げていく上で最も大事と思われる兵糧。これを少しでも増やしたい。そのために、政策、差出権地を早く使っておきたい。実施月数に応じて次の収穫が増えるので、できるなら次の9月から使いたいところ。だけど、これを実施するには創造税が最低350必要です。あと29足りてません。ですので、教会などを建設して、まず、創造税を上げる必要がありそうです。真田丸も作りたいけど、それらを行った後、お金に余裕ができたらになりそうです。ということで、内政はほぼカットして進めていこうと思います。教会を建設します。人材不足のため、雪村に建設を頼む始末。表情終了。連合期間が切れてるので、攻められるかなと思いましたが、攻められなかった。そして、連合勢力同士の停戦が切れました。ここが、正念場だと思っています。家康の西方進出を防げるかどうか、家康は動くのか動かないのか、臨機応変な対応が求められそう。正幸は上田城修復中なので、配属で移動をさせることができません。逆だけ持たせて部隊移動で海津城に向かわせます。そして、表情終了。徳川家が浅野家を従属させた模様。これは、京極家が浅野家の上原城に向かってるっぽい。いざ戦へ。続けて山内家も従属させてます。出陣します。徳川軍16400、今まで攻められてなかったですが、ここで動いてくるんですね。月が変わったら和解で停戦しようと思います。そして浅野家攻略のため、出陣。上原城が弱ったところを取りに行こうかな。ここも金山が出る可能性あるんですよね。正幸は入城させることができるようになったので出陣。ここも金山が出る、深志城。よし、米が手に入った。先月の収支です。朝廷工作の再開と、和解で徳川家とは停戦6ヶ月になります。雪村も深志城攻略に出陣させました。徳川軍の兵は引いていきます。我が策、戦場を制す。助立ちしよう。米が少ないため、焼き打ちで落とそうかな。戦い続けるぞ。気になる徳川部隊が来ました。浅野家と山内家は徳川家に従属したので取られる心配はなくなったのですが、この部隊はどこに向かってるのだろう。
上原城の援軍なのか、もしくは、高遠城を攻めてくるのか。上原城の援軍はいいけど、高遠城に来られるのは困る。止まれ！ご命令を。上原城は放置して、高遠城に頼康を向かわせます。京極家は上原城攻略に失敗。出陣します。徳川部隊の動きが不気味です。遠江の方へ向かう徳川軍はなさそう。あれ、信行、兄さん。7000も兵を連れてどこに行くの？あ、これは高遠城に来てますね。先に城に取り付かないといけない。どうやらお兄さんも高遠城のようですね。そうする間に、加賀城を攻略。続けて上原城に向かいます。承知いたしました。ここ二つの城、金山がまだ出ていないようですね。朝の家が巡殺をサボっているだけだったらいいんだけど、すでに巡殺をしていて、金山がないという場合もある。この形で、こちらが城を取れるのかどうか。不可思城で巡殺指示を出しました。徳川3000の部隊が退却してる。これで落とすことができたら、こちらのものになるけど、耐久3000を少しでも削りたいので回戦しておきます。相手の兵が一桁だった。なんかこっちの兵がやけに多い。信行、兄さん、もしかして助けてくれるの？兄さんに任せて、こっちは兵を引いておきます。しかし停戦してるとはいえ、乱戦中なのに。操作もできるのね。そしたらついでに城門を殴ってもらおうかな。承知いたしました。お任せください。承知いたしました。敵兵は100ですか。最低値が100ってことなのね。兄さんが敵兵と交戦。実は城門破壊ってやったことないです。っていうか、城に取り付く前に終わりそう。突撃してるし。終わってしまった。うわぁ、追撃で耐久3300くらい削れる。これなら頼康だけで落とせそう。一緒に戦ってくれるのを知ってたら、もっと早く回戦したかも。逃げられはせぬ。兄さんが颯爽と退却を始めます。これで落とせますよね。では我が軍はこれにてって感じかな。かっこいい。逃げ道は、だけど、家康にはどういう風に報告するんだろう。よし、高遠城を攻略。頼康は入城させて、そのまま出撃。上原城を落とした。次は甲府城攻略を狙う。出陣するぞ。我が策、戦場を制す。浅野家が上田城に攻めてきました。そして新しくなった改修コマンド、出丸の強化の中に真田丸があります。包囲状態でも出撃できて、所属部隊の攻撃力が大幅上昇。
他にも魅力的な設備がたくさんあります。だけど、真田家だから真田丸を作っていこうかな。では、進めていきます。深志城は、金山が出ました。上原城にも巡察をしています。出陣します。城が取り囲まれました。小諸から出た浅野軍に上田城を囲まれちゃった。人材不足でこちらは出陣させていないです。また修復費用がかかるのは嫌だけど、殴らせておこうかな。代わりに甲府城をもらいます。浅野家の甲府城の部隊は戻ってくるようですね。この甲府城はすでに金山が2つあります。おいしい。行います。そしてようやく創造性が350を超えました。制作差出検知を実施。創造性は続けて上げていく予定。戦闘の続き。上原城も金山が出ました。天下に通我が甲府城で浅野軍を強撃で倒してから焼き打ちで落とそうかな。止まれ。人材不足が深刻です。領土を広げてもうまく開発などができない。お金が余ってきました。ここを落としたら浅野家を滅亡させる方向で行こうかな。あと残すは苗木城と小諸城。ご命令を報告いたし。月が変わって戦闘の続き。よし、兵は足りてる。焼いておきます。浅野家の苗木城を落としたら、織田家最後の城、岩村城も狙いたかったけど、これは徳川家に落とされそう。戦闘の続き。命燃え尽きる時まで。甲府城も落とせた。山内家が援軍に来るかなと思ってたけど、来なかった。正幸を甲府城に入城させました。出陣するぞ。敵が我が城内に向かっております。停戦が切れたのね。朝廷工作が完了するのはあと2ヶ月くらい。停戦切れるたびに攻めてくるのかな。京極家の飯田城も落としておきたいし、西側の徳川家に取られると困る。甲府城は攻められてない模様。上田城、2ヶ月は耐えることができるかな。さっきの浅野軍の攻撃で耐久1400ほど減らされてますね。命令を。先月の収支です。報告いたします。現在の朝廷信用は89。この状態からは正幸で一月に給上げることができます。ですので、あと一月と少しだけ耐えてくれればいい。そして、戦闘の続き。あら、よくわからない動きしてる。出るぞ。これはお助けいたします。雪村の騎乗が間に合ってないし、挟まれちゃった。上田城の兵はあまり減らしたくないんだけど。月が変わって戦闘の続き。信用が100になりました。すかさず和解させてもらいます。よし、これでまた浅野家攻略に専念できる。正幸は少数の兵を連れて高遠城に移動させてます。山内家が甲府城に攻めてくるかもなので、代わりに頼康を甲府城に移動。上田城と高遠城の兵で京極、浅野家の攻略を狙います。飯田城の耐久は5500。
止まれ。上田城の出丸の回収は進めていました。馬出し、出城の順番に強化をして、ようやく真田丸に強化ができます。金山が豊富なのでお金には困らなくなってきました。問題は人材です。戦闘は続きます。飯田城の戦い、ここで回戦をさせてもらおう。進め。敵は機械敵を目標に攻撃してくるみたいで、うまく包囲するのが難しい。とりあえず黒人衆だけ兵を減らす感じで戦おうかな。前方の挑発とか持ってる武将が欲しい。乱戦が強くなる戦法とかも試してみたい。ここで敵軍と黒人衆が接触。また雪村と正幸が間に合わなさそう。続きだなぁ。奥義一戦、乱戦中に高確率で敵を混乱させる。終わった。追撃で2700ほど耐久を減らしました。米温存で焼き打ちをしよう。残量量が少ないので前だけとか攻めてきそうで怖い。月が変わって戦闘の続き。さすれば勝つ。よし、両国家を滅ぼした。次は部隊を分けて苗木城と小諸城を狙う。月が変わって戦闘の続き。兵糧は収穫で28000ほどあります。苗木城の耐久は2000、小諸城は3000です。さらに上田城を回収。天守を強化しています。4層天守ってかなり良さそう。ここで補給した部隊を超強化。これを作るには石垣も必要みたいだし、領地が足りなさそう。領地を計算しながら強化しないといけないですね。三層天守まで強化することにしました。そして戦闘の続き。雪村には強行させます。軽井沢城。何この城、新しく建てられてる。嫌な位置に建ててくるなぁ。月が変わって攻略の続き。力を合わせ、内気城を攻略。さすれば勝つ。敵将、捕獲した。城へ戻る。よし、浅野家を滅ぼした。戦い続けるぞ。敵将捕らえたり。城に戻るぞ。これで人材不足、当面は解消できる。しし徳川部隊の色が赤色。停戦期間が切れてます。今回はここまでプレイをしました。開始から4年半が過ぎています。ここからどう動こうかな。そして、獲得した武将たち。修正が赤色の武将、引き抜かれるのが、めんどくさいですね。
家宝を送ってまで引っ止める必要はなさそうな武将たちです。ということで、今回はここまでにします。では、またねー。